またね、いつもメルカリで買ってる苗がね、いろいろありますけど、今回はね、最近知った多肉屋さんなんですよ。それもその今回もね、で2回目買ったんですけど、前回なんだっけ、虹の玉チャレンジの、あ、外に出したの、そう、虹の玉チャレンジの時に植えてた初恋を買ったところなんですけど、あの葉差し、初恋の葉差し、葉差しと苗もポットで買ったんですけど、そこが結構安くて、このね 2.55 ポット、 2.5 スンって書いてあるかな、これがね、今回はね、乙女心がね、ちょっと弱ってきちゃったの、うちの、もうね、このサイズでこれね、5個でね、1620円、送料込みです。で宅急便で来るからね、多分600円以上はかかってると思うので、1000円ぐらいな感じですよね、あの向こうの方にしてみたらね。だからなかなかお得な感じで、小さな八千代、まあうち八千代市なので八千代さんが欲しかったのがね、ちょっと頼りなかったので、これ乙女心を2つと、あとね、シルボタンとかもいろいろ選べるんですけど、この元々はね、5個セットでこの値段だったんですけど、なんか最近になってこうよりどりにできるような感じになったらしくて、でただ5個単位なので、5個か10個か15個か20個かっていう感じなんですけど、で10個だとね、もっとお得になって、やっぱ送料分がね、ちょっと引かれるので、2500円とかだったかな、これだと1620円なんだけど、10個だと2500円ぐらいかな、だからプラス1000円ぐらいです。これがフェロロボス、なんかちょっと私ね、マッコスとか好きなんですけど、なんかちょっと似てますよね、フェロロボス、どっちだろう、同じじゃないよね、すごい似てるな、この葉っぱの形が、ちょっとね、同じものをドドドンとやりたくて。そうで、これがね、八千代さん、うち今この1本しか、ひょろっとしたあのちっちゃな鉢のしか持ってないので、ちょっとね、夏は刈らないとか、刈わない怖いからとか言ってたのに、梅雨ど真ん中に買ってます。でもすぐ翌日には届きました、今日朝一で。それでね、前回も桜、前回はそう、このこれ、こういう苗の桜ボタンも買ったんです。あと白ボタンも買って、白ボタンも好きで、それのこの格内のパックもあって、これね、結構かわいいでしょ。これがね、安いよ、1000円だったかな、1234567891010個11個入ってる、あれ10個じゃなかったかな、11個入ってる、あれ11個だったかな、10個だったような気がする、ラッキーって感じ、10個で1000円だったかな、だからこれ単品だとこれだけで1000円でポッキリで買えます。でこれも前回は初恋の葉差しを買ったんですけど、葉差しの成長記録も今つけて、葉差しだって初恋の成長記録もつけてますので、ね、そのうちアップしますね。今度はね、桜ボタンの葉差しを買っちゃいました。もう結構ね、ダメになる子なく、みんな元気にしてる。これ確か20個かな、この葉差しは20個ですね、20個、これで850円だったかな、確か。そうで、送料込みの値段で出てるので、結構お得かなって感じで、こういうのはね、まあ強い子なんでしょうけど、こういう系はね。でそれを今日届いたので、ちょっとご紹介しました。はい、普及種だらけで、なんかね、白ボタンが、で白ボタンは前に買った違う子のが、うちに今ね、葉差しもあるんだな、そのなんかどんどん増やしたくて、どんどん葉差ししちゃうよね。でそんな感じで、この多肉屋さんはね、何でやれば出るかな、なんかさ、みんなこのさ、名前で出ないじゃないですか、そのアカウント名とかでは。別にアカウント名だからいいのかな。 SNG48 さんです。
SNG48 って書いてある。でもこの名前でやってもほら、あのタグっていうか、あの本文中にその言葉がないとヒットしないので。あ、出る、この方は出ますね。 SNG48 で、あ、書いてあるタグがね、この人は本文に入ってるから SNG48 で、48でしょうね、きっとね。で出ます。はい、のでよかったら参考までに。なかなかちょっと手軽に今ね買いに行けないじゃないですか。でホームセンターとかだと、ね、状態のあまり良くない子とかが多いから、そういう時はいいと思います、とっても、はい、そんな、またメルカリ多肉のご紹介でした。だからね、この子とかも大きくなったらちょっと桜ボタンとかもね、まあ、普通の品種だけどプレゼントにできたら。この多肉プレゼントはこの間のリム缶みたいなゲリラ的にやるので要チェックしてて、別にこの多肉の記事っていうか動画じゃない動画でも最後にちょこっとプレゼントしますとか言うかもしれないので、よかったらチャンネル登録しておいてください。ボタンさん、あ、向きを間違えた。こっちが正面だから、こうかな。ちょっとカヌマ多めにしてみた、いつもより。ボタンさんの鉢に白ボタン、こちら桜ボタンはいっぱいあるから、もう一個の大きい方は桜ボタンを大きくして詰めようかな。ボタンさんなんかもうちょっといろいろやりたいけど腕がないのでボタン丼にします。こっちにしようかも迷ったんだけど、とりあえずこっちで。これね、ほら、ちょっともうちょっと大きいのが最初に当たったやつです。こんな感じで穴がね結構大きいので、ちょっといいですね、通気性良くて。こんな感じで、初恋、うちの初恋、こんな感じ。さあどうなるかな。Show.